ねえ君そう君だよ君君以外誰がいるっていうのまったくこういう時いっつもよそ見するよねうんそれでさ突然で悪いんだけどさ私たちセフレやってみないというかお願いだからなってほしいんだけど いや、驚く必要ある私とできるんだよ嬉しくないのああ、戸惑ってるんだ。まあ、なんというか、私、狼娘じゃない一定周期で発情期が来るからさ、今までは自分で収めてたんだけど、もうそろそろ、抑えが効かなそうでさ。 実は、今日どこかで君を襲おうかなーって考えてたんだ。<laughs> まあ、してないんだし、いいんじゃないさすがに講習の面前で逆レイプはまずいかなって思ってさ。ほら、一応良識あるでしょだからさ、私のセフレになってくれたら嬉しいなって。君ならそれなりに信頼してるし、 まあ、少しくらい恥ずかしいのを見せても大丈夫かなって。ほら、発情期だからって調子に乗りそうなバカ男子とか、発情期なんて陰乱ってバカにしてくる女子じゃないから、君はさ。あ、もちろん君に損はさせないよ。いや、むしろ君の方がハマっちゃうかも。<laughs> ねえ、発情期まだ俺たまんねえよ 聞きに来ちゃうかも <laughs> そこまで切相なしじゃなかったか。<laughs> まあいいよ。それで、お返事は <laughs> そっかそっか。<laughs> じゃあ早速帰って、しよっか。準備 <laughs> いらないいらない。どうせだからもう準備してあるし。準備良すぎて、君の方が先に興奮しちゃうかな。<laughs> まあ、その方が助かるわ。じゃあ、頼むね。 じゃあ、今日も帰ってしよっか。えどうしたの今日はパスそれじゃあ困るよ。体調悪いあーそれともなんか用事足腰が筋肉痛え本当とん困っちゃったな。っていうか、そんなに激しくしてないと思うんだけど。 えやばすぎるそうだって、一日十回戦だよそんなにじゃなくないさすがに持たないえー、そんなこれからは、一日七回。いや、五回でもいいよ。それならまた、協力してくれるえ、<laughs> やった じゃあ今日から5回ね。大丈夫だよ。ちょっとキス長めにするだけ。だからほら、早く帰ろう。<laughs> え今なんて言ったもう、セフレやめるどうして だって5回にしたよ問題ないよねもうしんどい <laughs> どうしてそんなこと言うの私たちめちゃくちゃ相性いいよね。何にも問題ないし、めちゃくちゃ愛し合ってるじゃん愛し合ってないただのセフレ <laughs> なんでここまで来たんだし、 いつも、好き好きって、囁き合ってるよね。私たちさ、実質、恋人ううん。もう、つがいでしょならさ、助け合わないと。まだ私、発情期で大変なんだよ。他を探して そんなこと言うんだ。<laughs> ねえ。私好きな人ができたの。それは君。もう体だけの関係は嫌なの。本当に愛し合いたいの。私はいつもそんなつもりでしてたんだよ。でも、君は違ったんだね。 ひどい。私を体だけで見てたなんて、本当にひどいよ。私は本気で愛をぶつけてたんだよ。それなのに、ひどい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 。今だって逃げようとしてる。今は力で押さえつけてるけど、解放したら逃げちゃうんでしょそんなことさせないよ。君は、 ずっと私とイチャイチャするの。あれでもおかしいね。男の子は愛と性欲がほとんど一緒だって聞いてたんだけど。あ、そっか。まだまだ足りなかったんだね。そっか。そうだね。そうに違いないね。<laughs> なら最初に言ってくれればよかったのに。<laughs> なら、枯れ果てるまで。ううん。もうベッドから動けなくなるまでしてあげる。いいよね。だって私たちはもうセフレから恋人にランクアップしたんだから。さあ、後腐れ。いっぱい残そう。 生事実、たくさん作ろう。ウふフ、ウふフ。狼の足と力から逃げられると思わないでね。さあ、帰ろう、元セフレくん。